それでは、Who is the m a r ーの発表を始めさせていただきます。まず、簡単に私たちの紹介をします。この講演は、沢部裕太、天春信之、野村和也の3名によるものです。私たちは NTT セキュリティホールディングスにおいて、ソックアナリストとして同じチームに所属しています。普段の業務では、お客様のログの分析、レポートのほか マルウェア解析やリサーチ業務といった最新の脅威の動向を調査する業務を行っています。本日の発表は私、澤部と野村の2名で行います。はじめに本校へのモチベーションとゴールについて説明します。本発表では近年増加している g o マルウェアの分類を取り上げます。攻撃者は攻撃の検知回避を目的に 常に新しい攻撃手法、テクニックを求めています。その中の一つに、新しい言語によってマルウェアを書くというものがあります。比較的新しい言語である Go で書かれたマルウェアは、その特有の構造から既存のものとは異なる分析手法が要求されるため、解析が難しいという課題を抱えています。そこで、多くの Go マルウェアを解析コストをかけずに高速に分類したい。 あるいは、類似する検体を探索したいという需要があります。この発表では、ゴーマルウェアを効率よく分類するための指標である g i m p f u を新たに提案します。発表の前半では、ゴーマルウェアの特徴を紹介し、提案手法がどのような仕組みで分類を行うのかを説明します。そして、データセットを利用して検証を行い、判別精度の評価を行います。発表の後半では、 ギンプファジーを利用した分類の事例について、ケーススタディとしていくつか紹介します。まずはじめに Go で書かれたマルウェアの特徴について見ていきます。Go は2007年に Google によって設計されたオープンソースのプログラミング言語です。この言語は既存の言語 C や C++ の欠点を改良する目的で開発されました。 現代のコードのネットワークやハードウェアの進化に対応し、効率的で安全な並行処理をサポートしてくれます。また、高速に動作し、コードの記述が容易なことから幅広く利用されている言語の一つです。Go の特徴の一つに、クロスプラットフォームがあります。これは単一のコードから複数のプラットフォームへのビルドを可能とするものです。これにより、Windows や Mac、Linux といった主要 OS から、 ウェブアセンブリや Android まで幅広い環境で動作するコードを効率よく開発することが可能です。こうした特徴を生かし、Go によって書かれるマルウェアが増加しています。例えば、暗号化やネットワークの標準ライブラリが充実していることから、ランサムウェア、ラット、ボットネットの検体が多数確認されています。また、クロスプラットフォームの特徴を生かして、 マルウェアアズアサービスやランサムウェアアズアサービスにおいて g o マルウェアが活用されています。さらに既存のマルウェアのダウンローダーやドロッパーを Go で書くことで最小限の書き換えのみで g o マルウェアに書き換える事例も存在します。この図は近年観測された g o マルウェアを時系列で整理したものです。2012年に初めて Go で書かれたマルウェアが観測された後、 年々 Go マルウェアは増加する傾向にあります。また、最初はバックドアやボットネットのものが多かったのですが、近年では図に赤や緑で示した通り、ランサムウェアやラットも Go で書かれる事例が多数報告されていることがわかるかと思います。日本では2020年に発生したランサムウェアスネークによる大規模の標的型攻撃によって、Go で書かれたマルウェアの脅威が広く認識されるようになりました。では、 なぜ Go によって書かれるマルウェアが増加しているのか、ここでは攻撃者と解析者の双方の立場から見た Go マルウェアの特徴を紹介します。まず、攻撃者からの視点です。これまで多くのマルウェアは費用対コストを理由にユーザー数の多い Windows 環境を標的としてきました。しかし Go マルウェアの場合にはクロスプラットフォームの特徴から Mac や Linux 環境を標的とする検体を 新たな作成コストを必要とせずに生成できます。また、高速に動作し、堅牢なコードが容易に記述できることから、標的とする環境で検体を確実に動作させることができるため、攻撃者にとって Go はマルウェアを開発しやすい言語です。さらに Go はライブラリを静的にリンクすることから、ファイルのサイズが大きくなる傾向にあります。最低でも数メガバイト。 大きいものでは 100MB 近いサイズとなるため、検体がアンチウイルスやサンドボックスによって検知されにくいという点もあります。次に解析者からの視点です。g o m a r は他の言語で書かれたものと比較して、相対的にリバースエンジニアリングが難しく、解析に多くのコストがかかります。まず GoBinary はライブラリーが性的にリンクされており、 解析対象が大幅に増加するという特徴があります。右の図は Hello World を C と Go の両方で作成し、ディスアセンブラにて確認された関数を示しています。C と比較して Go で書かれたバイナリーは多数の関数が存在していることがわかります。また、新しい言語で書かれたマルウェアに共通する特徴としては、解析ツールが少なかったり、解析者の学習コストが高かったりするという課題があります。 以上の通り、ゴーマル r アは攻撃者優位な状態にあることがわかるかと思います。そこで、解析者としては、ゴーマル r アをできるだけ解析コストをかけずに高速に分類する、あるいは類似検体を探索するという手法が求められます。本発表ではこれを実現する新しい手法について取り上げます。それでは今回提案させていただく g i ファジ u アルゴリズムについて説明いたします。 ウィルストータルやマルウェアバザーなど、マルウェア検体の共有プラットフォームには、検体のプライファイリングや分類探索のために様々な指標が導入されています。また、これまでにも様々な指標がマルウェア分類のために提案されてきました。一例として、ファジーハッシュアルゴリズムの SSDEEP や TLSH、また、PE マルウェアのインポートテーブルに注目したインプハッシュ、インプファジー、そして、 ゴーバイナリの性質に着目したギンプハッシュなどが存在します。まず先行手法であるギンプハッシュの説明をします。ゴーバイナリはプラットフォームに限らず PCNN タブと呼ばれる構造を持ち、依存するパッケージ名や関数名などを復元可能です。ギンプハッシュは復元したパッケージ名や関数名のうち、汎用的なものを削除した一部をシャーニコロでハッシュ化したものです。 つまり、g ンプハッシュは g バイナリの性質に着目したプラットフォームに依存しない g o l a n d b i 版のインプハッシュと捉えることができます。マルウェアが依存する機能を1位に表現することが可能ですが、シャー r 2 g o などのハッシュ関数を用いる場合、入力が1ビットでも違えばハッシュ値の値が大きく異なります。つまり、異なるハッシュ同士の類似度比較は不可能です。 今回提案する g i m p ァジーは GIMP ハッシュをファジーハッシュに置き換えたものです。ファジーハッシングを行うアルゴリズムは似たような入力に対してはほぼ同じ出力を返します。つまりファジーハッシュを利用することで検体間の類似度が測定可能になります。こちらの図の例では2つの検体の PCLN タブから関数名やパッケージ名を復元した際、ほぼ同じ関数名が復元され類似するファジーハッシュが計算される例です。 ギンプファジーの場合、ファジーハッシュでは類似するハッシュが計算されます。一方、先ほど説明したギンプハッシュの場合、チャーニーゴロなどのハッシュアルゴリズムはその性質から全く違ったハッシュが計算されます。つまり、類似度の比較が不可能です。実際の検体でギンプハッシュ及びギンプファジーの精度比較を行うため、今回はパロアルトネットワークスが公開している ゴーマルウェアの分類リストを利用しました。本リストは図のようにアナリストが検体を解析した結果をもとに、やらを用いたゴーマルウェア範囲の分類が行われており、やらの分類結果が示すファミリー名と検体のシャアにゴロのリストが示されています。本リストをもとに53ファミリー、約7900検体を収集し、このリストの分類結果を正解として、同じファミリー内の検体を 同一ファミリーとしして判判断できるか判別制度の評価を行いました検体の判別率を評価するためにあるファミリー内の検体2つの組み合わせを取り上げた際それらがギンプハッシュもしくはギンプファジーで同一のグループと見なされる確率を考えます以降このギンプハッシュもしくはギンプファジーによって作られるグループをクラスタと言います 例えば図の例では6個の検体からなるファミリーで、それぞれ2検体 A、B と E、F からなるクラス差が2つできる例を示しています。銀プハッシュの場合、シャア2頃で計算されるハッシュが完全一致するかしないかのみかが評価可能であるため、こちらの表ではスコアは0か100としています。これら2つの組み合わせを考えると、こちらの式の通りに組み合わせの確率が計算され、 判別率は0.133と計算されます。なお、組み合わせの具体的な計算例については、付録のスライドもご確認ください。図は、あるファミリーの検体45個に対して、実際に銀プハッシュを計算した例を示しています。図の例では、1ファミリー45個の検体が銀プハッシュにより、それぞれ21個、14個、 1>, 1個の同一のギンプハッシュを持つクラスターのグループに分けられた例を示しています。2つの検体の組み合わせから判別率を考えたとき、取り得る組み合わせの総数は、分母の検体45個の組み合わせ、つまり 45C2 で990個。一方、ファミリー内で実際に同一のギンプハッシュを持ち、同じクラスターに分類された組み合わせの総数は21、21C2 たす 14C2 で301個となります。 続いて、ギンプファジーの判別率の計算例を示します。ギンプハッシュの場合は、検体のクラスタリングは端が完全一致する場合のみ可能でしたが、ギンプファジーは同様の判別率の計算を類似度のスコアをもとに式揮位置を決めて行います。ギンプファジーの類似度を編集距離をもとに0から100で示します。数値が高いほど一率が高く、 100は2つのギンプファジーが完全に一致している場合を示しています。こちらの図の例ですと、2つのギンプファジーの類似度スコアは77になります。こちらの上の検体に対してギンプファジーを計算した結果がこちらの1536から始まる文字列になってまして、こちらのもう1つの検体に対するギンプファジーを計算した結果がこちらの文字列になっていて、これら2つの文字列の類似度を計算したところ、スコアが77になったという図です。 類似度スコアをもとに式位置を決め、同一ファミリー内で2つの検体を取り出した場合、類似度が式位置以上になる確率を考えて判別率とみなします。GIMP ァジー i およびその類似度により計算されるスコアから式位置を設けてクラスターを作成します。例えば図の例では6個の検体からなるファミリーで、クラスターが4検体 ABCD の4つ、 そして、2検体 e f のクラスター、それぞれ2つのクラスターができる例を示しています。これら2つの組み合わせを考えると、2つの検体の組み合わせが式1以上となる確率は、こちらの式の通りに計算されます。分母が6個の組み合わせの 6C2、そして分子が4個の組み合わせの 4C2 と 2C2 の和になりまして、こちらを計算しますと、判別率が0.466と計算されます。 それでは実際にギンプハッシュ及びギンプファジーで検体の分類を行い判別率の計算を行った結果を示します。こちらのグラフはギンプハッシュ、ギンプファジーを算出できた10検体以上の検体を持つファミリーごとのそれぞれの判別率を示しています。縦軸が判別率、横軸ではファミリーごとに分類手法を分けて示しています。それぞれのグラフのグループがファミリーを示しており、 それぞれのグラフで手法ごとの判別率を示しています。グラフを見ると濃い青色で示した銀プ発信による分類精度に比べ、明らかに銀プファジーの分類精度が高いことがわかります。特に銀プファジーでは、式位置を80、70、60として、式位置が低いほど大きな暗さができるため、 一番式位置の低い金プファジーで式位置イコール60とした時の精度を示す一番右側の薄緑色,色のグラフの精度が高くなっています。また、下部の表は各手法の平均の判別率を示しています。今回、後ほどケース,スタリーで紹介する金プファジーでかなり精度よく分類できるファミリーベールが存在し、この検体がデータセットの大部分を占めていたため、 この検体を除いた判別率も示しています。続いて、ファミリー内でギンプファジーがどのような類似状になるかを検証します。あるファミリーの検体に対して、同一ファミリーに属するすべての検体とのスコアを比較し、ファミリー内の検体同士のスコアの分布を調査します。こちらの図はイメージですが、同じ色の検体が同じファミリーであることを示しており、 違う色の検体が違うファミリーであることを示しています。このスコアの分布を示すと、右側のグラフの通りになります。横軸はスコアを示していて、縦軸はそのスコアに分布する検体の組み合わせの数を示しています。こちらのグラフを見ると、まず同一ファミリー内でも、発射が全く異なるスコアイコールゼロの検体の組み合わせが存在することがわかります。 一方で、同一ファミリー内でハッシュが類似する多くの検体の組み合わせが、スコアが68以上に分布していることもわかります。一方で、ファミリー以外の検体で、キンプファジーの類似度がどのような値を取るかを検証します。あるファミリーの検体に対して、違うファミリーに属する全ての検体とのスコアを比較します。 こちらの図はイメージですが違う色の検体が違うファミリーであることを示しています。ファミリー外の検体のうち75%の組み合わせは全く異なるハッシュを持ちスコアが0になりますが25%の組み合わせがハッシュが類似します。このスコアの分布を示すとこちらの右側の図の通りになります。先ほどの図と同様横軸はスコア、縦軸はそのスコアに分布する検体の組み合わせの数を示しています。 また、グラフの縮尺の関係上、75%の検体が属するスコアイコール0の分布を省略しています。こちらのグラフから多くの検体の組み合わせで、スコアが69未満になることがわかります。クラスタリングには様々な用途や考え方があり、どの流度で検体のクラスターを作るかなど、様々な手法が考えられます。例えば、 似たような機能を持つマルウェアをクラスタリングする。少し踏み込んでファミリーの分類を行う。さらに踏み込んでファミリーのバージョン違いや足の分類まで行う。などの用途が考えられます。今回はファミリー分類を正解データとして、ファミリー内の検体同士を適切にファミリー内でクラスタリングしつつ、極力ファミリー外の検体とクラスターを作らないような指揮位置の決め方を考えます。ここで、すべての検体の組み合わせのスコアのうち、 スコアが式位置以上のものをファミリー内とみなして評価を行います。こちらの右側のグラフの青色の点線が設定する式位置のイメージです。すると、式位置以上で実際にファミリー内である組み合わせ、式位置以下で実際にファミリー外である組み合わせは正解となります。一方、式位置以上で実際はファミリー外である組み合わせ、また、 敷地以下で実際はファミリー内である組み合わせは不正解となります。この分類の正解率を考えたとき、ファミリー内の組み合わせよりもファミリー以外の組み合わせの方が圧倒的に多くなり、単純な正解率への評価は正確さに欠けます。そのため、不正解と正解を平等に評価し、一番良い精度となるような分類を考えます。先ほど示した 数が少ないファミリー内の不正解と正解を平等に評価する手法として F メジャーがあり、こちらの図の式で計算されます。検体を用いた評価から F メジャーを計算することにより、式位置を68に設定すると一番精度が高くなることがわかりました。こちらの右側のグラフでは、こちらの緑色の線で式位置を各スコアに設定したときの F メジャーの値の増減を示しています。 したがって、本検証で用いたデータセットにおいて、ファミリーをちょうどよく過不足なく分類できる式位として、式位が68シェードレが妥当であると結論付けられました。では、ここからは、ギンプファジーを利用してゴーマルウェアを分類した結果について、ケーススタディとして3つの事例を紹介します。 まず1例目は、クロスプラットフォームの特徴を持つ検体の事例です。GIMP Fuzzy では、同一のマルウェアファミリーの場合には、異なるプラットフォームを標的とする検体であっても、正確に分類が可能です。この事例では、2019年5月に発見された IP Storm と呼ばれる P2P の botnet 型マルウェアの検体を使用します。図中の検体 A は Linux 環境を、B は Mac 環境を標的とするものです。 それぞれの検体に対し、ギンプハッシュとギンプファジーの値を計算しました。同一のコードから複数のプラットフォームを標的とするような検体の場合、従来のギンプハッシュによる分類では、同一のハッシュが生成されないため、正しい分類は困難となります。それに対し、ギンプファジーを利用した分類の場合、検体間の類似度が計算できます。今回は類似度が90となっており、検体 A と B は、 同一のバリューはファミリーである可能性が高いと判断することが可能です。このようにリ i m p Fuzzy ではクロスプラットフォームの検体の分類を正確に行えます。検体 A と B の類似性について確認をするため、それぞれのメイン関数を見ていきます。メイン関数をディセアセンブリした結果を確認すると、どちらもほぼ同一のコードとなっており、ストームパッケージのスターター関数を呼び出す挙動が一致しています。 これは IP ストームの検体の特徴であり、このスターター関数にメインロジックが実装されています。また、検体に含まれる関数全体に目を向けても同様のことが言えます。左側はリンプファジーを計算する際に抽出される関数です。検体 A と B から抽出した関数では、全体の85%で関数名が一致しており、 これにより、g i m p ァジ s による類似度が90と高い値になったことが伺えます。また、右側はリンディフによって検体間の差分比較を行った結果を示しており、多くの関数が実際に類似度が高くなっています。以上のとおり、検体 A、B は標的とするプラットフォームは異なれど、同じ構造を持っています。これを g i m p ァジ s を利用することで、その検体が標的とするプラットフォームの際によらず、 検体を正確に分類すすることとが可能となります続いて、ケーススタディの2例目では、特にリンプファジーが効果的に機能するマルウェアファミリーを取り上げます。データセットを利用した検証では、特に判別率が高い Veil と呼ばれるファミリーが存在しました。これは、マルウェア作成ツール Veil で生成された検体です。Veil は高度なマルウェアの作成をサポートしており、 メタスプロイトのペイロードに対応したり、アンチウイルス検知回避機能など、多数の機能を兼ね備えています。このファミリーの検体を、ギンプハッシュ、ギンプファジー、それぞれの指標で分類したところ、ギンプファジーの精度が非常に高くなりました。その原因は、このウェイルと呼ばれるマルウェアファミリーの特徴にあります。こちらは、ウェイルと分類された2つの検体に対して、 ギンプファジーを計算する要素を示しています。左と右では、それぞれ異なる検体から抽出した関数を示しており、これがファジーハッシングの入力に利用されます。ベイルの検体では、メインパッケージの関数名の一部が難読化されており、この難読化された文字列は、検体ごとに異なります。従って、ギンプハッシュの場合は、同時期に作成された検体であったとしても、異なる関数名となるため、同じハッシュが生成できず、 分類精度が大きく低下します。しかし、ベイルの難読化は検体のごく一部の関数に対して行われており、その他の大部分の関数名は難読化されていません。したがって、d ンプファジーではこの残りの関数名が一致することによって、類似度が高くなり、同一のマルウェアファミリーと判定することが可能となっています。このように、関数名の一部が難読化されている検体に対して、d ンプファジーは非常に有効的に機能します。 つまり、ファジーハッシングが有効に機能する場合、特にギンプファジーを活用する意義が出てきます。最後のケーススタディでは、ギンプファジーを利用したクラスタリングを取り上げます。ギンプファジーによる分類では、検体間の類似度をもとにクラスタリングを行うことが可能です。ここでは、ウェルメスというマルウェアの検体を利用して、検体間の類似性について考察します。ウェルメスは、 2018年に j p サートやラックによって初めて観測されたマルウェアです。2020年には APT29 がコロナワクチンの情報を狙った攻撃キャンペーンにおいて利用していることが確認されています。今回は収集したウェル l スの15検体に対し、g i m p h a s と g i m p ファージをもとに分類を行い、検体感の類似性を確認しました。g i m p h a s による分類では、算出したハッシュが7種類となり、 15検体を7種類に分類することができました。そこで、この7種類から代表的な検体をそれぞれ1つ選び、この7個の検体間の類似性について考えていきます。この図は、リンパハッシュによって分類された7種類のマルウェアを整理したものです。7種類の検体のうち、Windows 環境を標的とするものは4種類、Linux 環境を標的とするものは3種類となっています。 また、それぞれを代表する検体について、検体が観測されたおおよその時期を時系列順に並べ、時期の早いものから順に A から G まで割り当てています。これらの検体に対して、g i m p ァジ s の類似度をもとにクラスタリングを行った際、クラスターがどのように収束していくか確認していきます。g i m p ァジ s による分類をもとにクラスタリングを行った結果です。 グラフの縦軸はクラスター数を表しており、全15検体を何種類に分類できたかを意味しています。これを見ると、リンプハッシュでは15検体を7種類に分類していますが、リンプファジーではさらに少ないクラスター数に分類できていることがわかります。また、類似度の式位置を下げることで、クラスター同士が結合していき、クラスター数が減少することも読み取れます。例えば、式位置を90に設定したときには5種類に分類されていたものが、 式位置を下げたことに応じてクラスター数も少なくなり、式位置70では全ての検体が一つのクラスターに分類されるようになります。これはギンプファジーによるクラスタリングの結果を図にまとめたものです。アルファベットは先ほどのウェルメスの検体を表しています。また図の数値はギンプファジーの類似度を示しており、上に行くほど式位置が低くなり、クラスターの結合が進行していきます。 この図からは結合する順番を読み取ることができます。ここで各検体のアルファベットは観測された時期をもとに古い方から割り振っていったということを思い出してみます。すると観測時期が近い検体から先に結合が始まることが読み取れるかと思います。例えば、式位置を80に設定した場合、2つのクラスターに分類されますが、一方は A から B、もう一方は E から G ときれいに二分されています。 また、各検体の最初の結合も A と C、B と D、E と G と相対的に観測時期が近い検体から先に結合しています。このように、この銀プファジーによるクラスタリングでは、時系列へ近い検体から順に結合することが読み取れました。また、標的とするプラットフォームについても着目してみると、結合の最初は検体が標的とする環境が同一のものから結合しています。しかし、 きい値を下げていくと、その区別は次第になくなっていくということも読み取れます。では、なぜこのような結合の仕方を示すのでしょうか。ここで、各検体のメインパッケージに含まれる関数に注目してみます。図は、Windows 環境を標的とする4種類の検体に含まれている関数を抽出した結果です。関数の数に注目すると、時系列順に A、 c, e, g の順番で関数が増加していることが読み取れます。また、関数名から攻撃者が検体の機能を追加していっていることが推測できます。リンプファジーではこのような機能追加があった場合でも、同一のマルベアファミリーに分類することが可能です。さらに、式位置を変更することで、検体の機能に着目して細かく分類することも可能です。 Linux 環境を標的とする検体の場合も同様、時系列的に後の検体ほど関数が増えていきます。また、関数名は基本的には Windows 向け検体と同じでした。ただし、Linux の検体のみ GetIP という関数が存在しています。このように、プラットフォームごとに関数の多少の差異が存在することもあります。 最後に、ギンプファジーの計算で利用される関数について確認します。図の円グラフは、ギンプファジーを計算する際に7検体から抽出された関数について、他の検体とどの程度共通しているのか調査した結果です。抽出された792の関数全体のうち、7割は全ての検体に共通していました。従って、こうした関数をウェルメスというマルウェアファミリーの特徴として捉えることで、 標的とするプラットフォームは異なる検体や機能が変更された検体を g i m p f u z は正確に分類が行われていることが分かりますでは残りの関数にはどのようなものが存在しているでしょうかまず標的とするプラットフォームに共通の関数がありますつまり Windows を標的とする検体のみに登場する関数や Linux を標的とする検体のみに登場する関数ですこうした関数は 先ほどの getIP のように一定数存在するものの割合としては少ないです。次に検体が確認された時期によって共通のものです。右図のように検体が観測された時期を X、Y、Z の3つに分割します。すると、X の時期の検体にのみ含まれる関数、Y 以降の時期の検体にのみ含まれる関数、Z の時期の検体にのみ含まれる関数というように、 特定の時期の検体に固有の関数が確認され、これが全体の2割弱を占めています。ここから、検体が標的とするプラットフォームの際よりも、検体の機能の際の方が分類における影響が大きいことがわかります。これは、まさに先ほどのクラスタリングの結果において、時系列的に近い検体から結合することと一致する内容です。以上、銀プファジを利用した分類の時代について、 3つのケーススタディを紹介しました。では最後に GIMP ァシ s を利用する上での課題について紹介します。今回多数の検体を用いて検証した中で一部の検体については GIMP ァシ s がうまく機能しないことが確認されました。このセクションではその中の事例を3つ紹介します。 一つ目は g i m p f u z を計算する際に利用するフィルター処理における問題です。g i m p f u z では値を計算する際、抽出した関数名の全てを入力として利用するのではなく、一部の関数を除外する処理を行います。これは多くの検体で利用される汎用的な関数を除外することで、より検体の特異性を表現するためです。しかし、これにより一部の検体では過剰に関数が削除されてしまい、 情報量が減少してしまいます。この問題は GIMP f ジ z の元になった GIMP h a s においても議論されてきた課題です。GIMP h a s でも多数の合場いなりを検証する中で、どの関数をフィルターすべきか試行錯誤が繰り返されていく中で現在の実装に到達しました。どの関数をフィルターして、どの関数をハッシュの計算に利用すべきかは GIMP h a s ギンプファジーの根源的な課題です。今後、こうした指標による分類、探索を回避するようなテクニックが広まれば、またフィルターの実装を再考する必要があるでしょう。次の課題は、ファジーハッシングができない場合です。ファジーハッシュの計算では、入力のサイズが小さい場合には有意な結果が得られないため、正確な類似度が計算できません。 図の例では、検体からは1532個の関数が抽出できていますが、フィルターの処理によって6個まで削減されています。このように、何らかの理由で関数が過剰にフィルターされた場合には、こうした問題が発生します。最後は、検体が解析妨害されている場合です。攻撃者は、アンチウイルス製品などのゴーマルウェアの検知率が向上したことで、さらなる検知回避のテクニックを使用するようになりました。 こうした解析妨害がされている場合、関数名の復元ができない場合があります。図の例では UPX へパックされていると思われる検体ですが、実際にはアンパックの処理に失敗してしまいます。こうした事例では関数名を抽出することができないため、リンプファジンを求めることができません。また、関数名の多くがランダム文字列で構成されている場合、リンプファジンによる分類はうまく機能しません。 これは、検体ごとに異なる文字列が利用されることで、同一のマルウェアファミリーであっても、インプファジーの類似度が大幅に低下してしまい、分類精度が大きく下がってしまうことになります。このような関数名の難読化による解析妨害は、難読化ツールを利用することで容易に実現可能です。Go の難読化ツールでは、有名なものに Go of f ァ s c a ト e があり、 実際の攻撃でも、ランサムウェアのスネーク、ラットツールのチャチ、バックドアのブラックロータと幅広く利用されてきました。左の図のように関数名が難読化されると、解析者はどの関数を分析対象にすべきか分からず、解析コストが拡大に上がってしまいます。こうしたツールを使うことで、攻撃者はギンプファジによる分析精度を容易に下げることが可能です。 最後に本発表の内容を求めます。本発表では近年急増している Go で書かれたマルウェアを解析コストをかけずに高速に分類するための新たな指標 GimpFuzzy を提案しました。これは Fuzzy ハッシュを活用することで倦体感の類似度を測定し精度の高い分類が可能となります。我々はデートセットを利用した検証において 既存手法の2.6倍以上の精度向上を確認しました。本発表の後半では、提案した g i m p f a を利用した分類の事例について紹介しました。g i m p f a を利用することで、マルウェアの機能が追加された場合や、バージョンが変更された場合でも、同一のファミリーと判定することができます。また、GO の特徴である、クロスプラットフォームの検体の分類も正確に行えます。最後に、今後の課題として、 リンプファジーがうまく機能しない検体の時代についても議論を行いました。こちらが本発表のリファレンスとなります。以上で発表を終わります。